ネクストチャレンジ。具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。具志堅さん、はい。ちょっと遅くなりましたが、はい。トリプル世界戦。具志堅さんはちょっと会場で見られて、その後募金活動やりましたね。あの試合の前にやりましたね。はい。かなり盛り上がりましたね。はい。今回トリプル世界戦は、うん、日本人が全勝ということで、まずは田中康生さんが試合しましたね。はい。こちらは、4階級日本最速で制覇したということなんですけど、はい、いかがでしょうか。あの相手も相手ですから噛み合ったんですよね。はい。田中チャンピオンの方もやりやすかったと思いますけど、うん、あれ4階級、最初はライトフライからやりましたかね。ミニマンか。ミニマンか、はい、あ、それで4階級になるの、はい、うん、でスーパーフライに来てちょっとパワーが欠けてたね。あ、かなり試合数もこなしてますが、まだフライの時代であったりライトフライ時代の方が、あのコンディションはスーパーフライが作りやすいと思うんですよね、はい、あの減量も、はい、ただね、やっぱり KO で勝つっていうパワーがないといかないからね、パンチ力、はい、それをやっぱりつければいいかなって感じするけどね、パワーね、はい、スピードの部分は、まあ、下の階級、ね、大丈夫です、スーパーフライでも、はいはい、ということで田中康生さんが、ね、まあ、見事4階級悲願の達成ということで、はい、おめでとうございますね、素晴らしい、はい、ですそして、あえてちょっと最後にしたいので、先にメインの井上拓馬さんがアンカハスに勝利しました。やっぱり、今までなぜしなかったかっていうことね。すごいファイトしましたね。やればできるんですよね。はい。勇気を持ってやればね。はい。ただ、一つだけ、やっぱりね、今まで、距離感が間違っていたっていうのと、で、今回試合したのは、接近戦。自分の距離感がちゃんとハマってコンビネーションが打てた、打てる距離にいたっていうね。で、やっぱりバンタムのパワーがやっぱありましたね。はい。バンタムのやっぱり体でしたね。はい。井上拓馬さんはじゃあ今回本領発揮したという見方ですね。力でやっぱりネジスタイルですね。はい。本当にいい試合でしたよ。はい。相手はやっぱり悪い選手じゃなかったからね。はい。アンカハスはサウスポーで、危ない左ストレートの場面もありましたか、はい、ですね。だけどやっぱりね、力っていうか、やっぱパワーやっぱ足りなかったよね。うん。で、やっぱりじわじわ効いてきたんだよね。最後はやっぱりもう、パワーがなくて力が抜けて、もうボディでもう何もできなかったでしょ、ボディ打たれて。はい。最後はそれじゃないかな。ボディが効いてね、状態がやっぱもう力が入らない状態でいいのをもらって倒れたね、復活されましたけど、はい。これで拓馬さんは、まあ、一皮むけたじゃないですけど、うん、お兄さんのように強いチャンピオンになっていくと思いますか。やればできるっていう言葉があるけど、同じことをやればいいんですよ。だから、はい。練習してね、はい。勇気を持ってですね、はい。楽な練習をやろうと思ったら、いい試合できないと思いますね。はい。で、今回いい試合したっていうのも、やっぱり練習は相当きつかったんじゃないかな。はい。まあ今回の試合でかなりこう評価というのも上がって、うん、お兄さんのように統一を目指すというとこなんですが、うん、あえて最後にさせていただくのは、バンタム級に一人化け物というか、うん、階級初戦で中谷さんが圧倒しました。はい。こちらはいかがでしたか。中谷チャンピオンは、予想っていうか、はい。みんながやっぱファンがやっぱり期待するようなボクシングするよね。うん。みんながやっぱり勝てるっていうか、うん、強いっていうイメージみんな持ってるよね。だから、そんなにやっぱりちゃんと結果を出すっていうか、はい。素晴らしいファイトでしたね。はい。キレのあるパンチっていうのかね。はい。ストレートはやっぱしっかり打ち抜いていったっていうね。うん。今回、スーパーフライ級からの転級初戦だったんですが、うん、そちらの、まあ、体重の部分だったりコンディションの部分は全く問題なかったですか。ですね。背があるからね、うん、バンタムでどれぐらい減量をしてどれぐらいのパワーがなんていうのついたのか、もっともっとパワーがつくような気がするけどね、はい。まあ、練習を積んで筋肉がついて、
はい。まだ若いしね。はい。バンタム、スーパーバンタムでもいけるって感じもしますけど、はい。今、バンタムでしばらく防衛した方がいいじゃないですかね。はい。この試合でもう、パウンド・フォー・パウンドのランキングに入る可能性も高くなった。だから、来年は、もし、バンタムのトーナメントで、ニュージン同士でやれば面白いかなって感じですもんね。もしかしたらやっぱり、日本に4団体のチャンピオンが誕生するかもしれんね。今度5月に試合をするロドリゲス西田さんであったり、はい、東京ドーム同じく5月にする、まあ、モロニー武井さんであったりという試合もありますが、はい、拓磨さんとこの中谷さんの試合を見て、バンタム級今誰が一番強いというか頭抜けてますか？いやー、やっぱり、うん、中谷さん、井上チャンピオン、弟の拓磨、この二人が強いような気がしますけど。なるほど。この二人はやってみないとわからない部分も。ですね。もしかしたら竹山チャンピオンになるかもしれないし、はい、西田もなる可能性もあるし、それで来年トーナメントですよ、4人で。その4人になった場合、2人大橋ジムになりますか？これはね、まあ前はやらないって言われ、できな、やらないとは言ってたけどね、はい、だけどトーナメントはやってもいいような気がするけど。あ、トーナメントであれば、うん、決勝で当たるのであればみたいなことですかね。武井さんももともとキックから来てるから、はい、大橋ジムの4回戦から出た選手じゃないから、なるほど、そんなに難しくはないような気がするけどね。はい。まあ、言ってしまえば、まあ、井上尚弥さんと井上拓磨さんがやるようなことよりはハードルが低いと。いや、そんな低くはないけど。低くはないですね。低くはないけど、はい、やっぱり日本のファンはやっぱり、望んでる。そうですね。はい。さらに、まあ、ちょっとまあ話はトーナメントとはそれるんですが、はい、中谷さんの場合は、まあ、今度5月、ロドリゲスが試合しますが、終わった後 IBF との統一戦もやりたい。うん、言ってるので、井上拓磨さんと同じく統一を目指す、うん、はい。トーナメントをすれば一発でそれがクリアできるんですが、うん、もしそれが難しい場合は、もしかすると拓磨さんと中谷さんで2団体ずつ持っての統一戦であったり、そういった可能性も出てくると。うん、出るね。はい。これはタイミングですよ。はい、試合のスケジュール次第ではね、はい、できないことはないんですよ。はい。ただ、具志堅さんは先ほど中谷チャンピオン、バンタム級でしばらくやった方がいいんじゃないかという話もありましたが、うん、中谷さんは海外でトレーニングをしまして、うん、そこのトレーナールディさんなどは、まあ、スーパーフェザー級までいけるというふうに言っていた。ああ、スーパーフェザーだったら、はい、筋肉つけて、はい、パワーだね、パンチ力だね。はい。ということは、スーパーフェザーだったらもうパンチ力全然違ってくるから。はい。ということはもしかすると井上チャンピオンと同じスーパーバンタム級に階級を上げたり、うん、もしかするとフェザーあたりで井上チャンピオンと交わるぐらいまでになる可能性もあるかな。ですね。はい。バンタムの試合を2試合か3試合ぐらい見たな、先が見えますね、中谷さんは。はい。今、バンタム取ったばっかりだから、あ、これはやっぱり、やっぱり、最強のバンタム級だなっていうのは感じましたね。はい。バンタム級に今、具志堅さんもおっしゃると日本人が集まってるので、うん、まあ、ここで盛り上がり、強さを見せて、階級を上げていくっていうのが一番ベストかもしれないですね。ですね。はい。これはだから、来年はもっと楽しみじゃないかな。はい。今年、試合やりますから、バンタムがね、また、防衛戦やりますから。それ内容で来年は本当に可能性はあるね、統一戦は。はい。中谷さん、ネクストモンスターと言われていて、はい、まあ日本人で今パウンド・フォー・パウンドに入っているのは井上チャンピオンだけなので、はい、そこに続く、まあ名実ともに、日本人の2番手というか。はい、だからバンタム、スーパーバンタムは、この先は相当面白いと思います。はい。ありがとうございます。うん、ということで、具志堅さん。はい。ちょっと時間は経ちましたが、はい、まあ、中谷チャンピオンを含めトリプル世界戦についてでした。はい。いや、本当に本当の楽しみですね、ボクシング界は。みんなで応援しましょう。ね、楽しみにしてます。ぜひ、ボクシング予報ネクストチャレンジも登録よろしくお願いします。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。